こんにちは。主役の小町だぞ。こんにちは。横綱1号の165系と申します。というわけで登録者数が200人超えました。ありがとうございます。というわけで、今回はジャングルランですね。こちらのコース、急な坂とアドバンスストップレール以外、作者のオリジナル関門なんですね。そうなんです。もしかしたら他のバトレーラーさんが、作ってたかもしれないですが、ご理解お願いします。すいません。出場車両は、車両が多くなってきたので、ランダムで15両にします。それではジャングルランを開始いたします。まずは私の挑戦。え？今日仕事あるんだった。まさか本当にあったとは、ユフインの森の挑戦です。下り坂はとてもガタガタしています。さあアドバンスクロスダウンを、あーっと脱線、しかも脱線が深い、戻れる確率は低いようです。しかしそれでも横綱の意志で、進んでいくか。ダメでしたか。バーサスアドバンスで脱落です。さあ僕の挑戦です。まあこの坂は楽勝ですね。もう行けました。そしてここ。ちょっと目が回ってしまうくらいなので、まだ行けますよ。アドバンスクロスレールは、落ち着いたら意外に簡単でした。さあアドバンスは、ここだ。よしよしいい感じです。おっとアドバンスストップレールがありますね。よしクリア。ゴールまで近づいていきましょう。ぬお、斜めったクロスレールか。これは少し焦りました。さあ最終関門だー。うわお難しいな。でも僕は。よし行け。ああ。いやー、ちょっと悔しいなー。またリベンジしたいです。VSE の挑戦です。まあ余裕そうですね。あーっと脱線。耐えれるでしょうか？まだ脱落はしていませんか？あー、無理でしたか。300系の挑戦です。余裕ですね。おっと少し脱線。これは、アドバンスストップレールで、脱落ですね。300X の挑戦です。ああ、自滅ですか。N700 系の挑戦です。最近出場回数が減っていますが。余裕ですね。しかしアドバンスと相打ち。脱落です。さあ500系の挑戦。普通のバトルは弱いですが。いざとなると結構強くなる、特徴を持っていますが、あーっと、まさかの登れずに脱落です。787系の挑戦です。さあ初めてのジャングルランですね。どのくらいの記録を残すのでしょうか？おっと余裕そうですね。しかしここが難関になっています。あー脱線してしまいました。耐えるか耐えるか耐えるか？おーっと、難しかったか。400系の挑戦。さあ787系と同じ時に、新車になった400系、787系を超えるのでしょうか？あっと、VS アドバンスで脱落。サフィール踊り子の挑戦。前回のジャングルランで、好記録だったサフィール踊り子、今回もゴールできるか？相打ち。これは復活がとても困難な状態に、脱落ですね。EF65 の挑戦。あれ？車体が長すぎるのか？押してあげましょう。おお、少しずつ、順調にいっていますね。
さあ難関とされるアドバンスは、倒すことに成功。さあチャンスなのでは。ああそこで脱落か。さあホビトレの挑戦、正直言って目立つ特徴は不明です。まあ普通ってことですね。さあ今のところ順調です。さあアドバンスは、倒しました。さあチャンスですよ。アドバンスストップレールを突破。さあクロスレールへ突入。クリアできるのでしょうか。ああ惜しくも斜めクロスレールで脱落です。イズクレイルの挑戦。そういえばもう引退したんでしたっけ。イズクレイルさん、あまり情報が入ってこないんですよね。出場回数も少なくなってきましたね。アドバンスを撃破。さあアドバンスストップレールは、ああ脱落です。最強戦の挑戦、早いですね。実は早いのに意外に強いんですよね。今のところ余裕のようです。さあアドバンスは、おっとそのまま倒しました。アドバンスストップレールもクリアし、クロスレールも難なくクリア。さあ決めれるか。ああ惜しかったです。 EF510 の挑戦、遅いですがこれも方法の一つ。 EF65 と同じように慎重に走っています。さあアドバンスは、アーッと脱線。復活できるのでしょうか。そのまま脱落してしまいました。今回のジャングルランはいかがでしたか。僕はまたこのセパレートレール会をリベンジしたいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。